疲れ様です。いえいえ、お疲れ。あ、大丈夫だったんですか？何が？だって校内放送かかってたじゃないですか。ああ、先生に呼ばれたんだけど勉強の心配されちゃった。ほら、転校生だからさ、範囲が違うでしょ。それで。なんでもなくてよかったですね。それ、本当にマーチのせいなんですか？私はまだ余裕があるはずですよ、日数に。同じですね。私だって嫌です。国見くんがそんな風になってしまったら。ちょっと校庭に出ませんか？一度眠ってしまったら、もう目覚めることはないんでしょうか。そうですか。眠り続けるのって、一体どんな感じがするんでしょうね。ならきっといい夢ですね。悪夢の正反対。目覚めたくないんですよ、きっと。なんとなく霧学に通うことになるのかなって思ってました。家も近いし、かっこいいし、だからそれが自然な流れかなって。智久も同じ意見だったんですよ。
一つお願いがあるんです。私がもしも目が覚めなくなったら、私のこと起こしてくれませんか？私は失っちゃったから、そのことはすごい心配してたけど。はあ、私もびっくりしちゃったよ。そうだね、あんな風に倒れるところなんて見たことなかったから。けど何ともなってないってことは攻撃じゃなかったのかな。心配なのはやっぱり大人は頼れないのかなってこと。だって実際に本人に怒ってそれでも気がつかなかったってことは、私たちがいくら口で言ったところで。そう、警察に行っても無駄かな。やっぱりもっと意味ないんじゃないかな。自分でそう宣言していたからね。怖いっていう感じはあんまりしなかったけど。そうだね、ただ嫌な感じはした。フグ大天っていうのなんとなく実感できた。絶対に一緒にはいられない、そういう感じ。時々クラスの半分けで揉めるけど、それに似ているかな。問題はどうすれば倒せるんだろうってことだよね。あれがいなくなれば虫食いも収まるかな。だって
絶対無関係とは思えないよ。だよね。けど倒すって、欲しがりません。勝つまでは一億総火の玉打ちてシアマンだね。そうだね。消火。違うよ、トーリさん。あれ。すごい。すごい。京介。
あ、まただ。逃げた？京介ちゃんにビビったんだよ、きっと。うわぁ、すごいね、ほんと。やっぱり、お兄ちゃんだよね。私の兄貴、何しに来たんだ？なんか手招きしてるみたいだけど、